152mm 榴弾砲 M1937 とは、ソビート連邦が1937年に開発した榴弾砲であり、その長方針と長射程、工業格ゆえにとも呼ばれる。ソビート連邦の赤軍は、ロシア帝国時代に正式採用した M1910-152mm カノン砲の後継としての 152mm 砲を必要としていた。 1930年代には M1910 の方針を延長し、マズルブレーキを取り付けるなどの改良を行った M191030152mm カノン砲を開発し、さらには M191030 の方針を M1931122mm カノン砲用に設計された新型の開脚式砲がに搭載した M1910 34152mm カノン砲を開発した。1937年、ソビエト連邦は、より工業核を取れる新型の砲がを開発し、M1910-34 の方針。この新型砲がに、M1931-122mm カノン砲の、方針と中体複雑機を搭載したのが、A-19122mm カノン砲である。 金属製、スポーク天理を装備した初期型の ML-20。砲身は射撃後の交代位置で固定されている。アバディーン戦車博物館 ML-20 は、薬莢を利用する薬莢砲である。砲撃時の反動を抑えるため、方向にスリット多項式のマズルブレーキを装備している。小準機には、第二次大戦後の榴弾砲と同様に、 計算弱式の行革算出装置が付属しており、距離や天候などに応じて最適な行革を素早く算出できるようになっている。方針は、牽引時に左右への進路変更の邪魔に、方賀にはリーフスプリング式のサスペンションが装備され、より高速で支障なく牽引可能になっている。タイヤは初期型では M1910-34 と同じ金属製。 スポーク式天輪にゴムを貼り付けたものであったが、早期に金属製ホイール付きのゴムタイヤに変更されている。ML-20YA-1922mm カノン砲と、共に軍司令部直属の砲兵連隊に配備され、主に遠距離からの火力支援や対砲兵、対要塞砲撃戦を任務とした。1939年のノモンハン事件で、初めて実戦投入され、 長射帝法の少なかった大日本帝国陸軍及び満州国陸軍の陣地や砲兵を砲撃戦にて圧倒しソ連モンゴルの勝利に貢献した。同年の冬戦争と後の継続戦争にもマンネルハイム戦の突破などに投入された。1941年からの大祖国戦争ではほぼ前期を通じて活躍した。鉄鋼榴弾やタイコンクリート榴弾を使用すればパンターや TRI も撃破することができたため SU-152 や ISU-152 の手法としても重宝された。第2次世界大戦後も10年ほど第1戦部隊に配備されていたが、1956年には射程距離などの性能でほぼ同等ながらも2トン近く軽量化された DE-20152mm 榴弾砲の配備開始に伴い退役。 フィンランドが1988年に 152H37 を回収した 152H88 から37。タイヤが幅広のものに換装されている。ナチスドイツ軍はバルバロッサ作戦からモスクワの戦いの失敗までの間はソ連軍に対して圧倒的優位を保っており、ドイツ国防軍は兵器の不足を補う意味からも露覚した。 多数の ML-20 を 15.2cm KH-433-1 として採用し、152mm 砲弾の生産まで行って運用維持に努めた。フィンランドもドイツが路角した ML-20 を受領し、152H-37 として採用したが、フィンランドには ML-20 を牽引可能な車両がなかったため沿岸砲として、 運用された。戦後も、ソ連から ML-20 を受領して、運用を続き 152H88 から37に改修し、2007年になって、ようやく退役した。この他にもワルシャー条約機構加盟国や中東、アフリカ諸国、朝鮮民主主義人民共和国、共産党時代のアフガニスタンにも供与され、中東戦争などで運用された。ありがとうございます。